はいどうも、チョキ様という名前でパー様を使っているお茶と申します。今日はパーシボルを使ってランクマをやっていこうと思うんですけど、諸事情があって実況の方が別撮りになっちゃいました。でもそっちの方がなんでここをこうしたとか伝えやすいからいいかなって思ったので動画にしました。 S 隊とか A 隊の方とかの参考になれば幸いです。僕より強い人はたくさんいるんですけど、自分より少しランクの高い人の動画を見るのもすごい勉強になると思うんで、見ていただけると嬉しいです。できる限りなんでここをこうしたとか解説を挟みながらやっていきますので、自分と比べてみてこの人はここができてるなとか思っていけるといい勉強になると思います。それではランクマの方やっていきたいと思います。はい、ということでシャルロッテの方ですね、よろしくお願いします。シャル戦は上を意識が大事ですね。やっぱり地上戦きついんで、シャル側って飛びとか、その豪気の百鬼みたいなやつで近づいてくることが多いので、あ、これですね。ちょっと技名わかんないので百鬼で統一させてください。すいません。そこをしっかり落としていけるとシャル側だいぶめんどくさいと思います。で、こういう場面になったらできる限りね、画面端から逃がしたくないですね。位置入れ替えられちゃったんですけど、あ、こんな感じで 2C とかで落とせるとシャル側めんどくさいですね。今コンボミスっちゃったんですけど、でこの場面で考えてたのは、もうこの体力差なので無理する必要はないなと思って、こんな感じでそのダッシュに対して牽制とかで触って、まあ、ヒット確認をした上で何かにつなげて殺しきれればいいかなと思って動いてました。ただまあヒット確認は最初の方難しいので、まあそんなに意識する必要はないのかなと思います。頭の片隅にでも入れておけば。で、今のはあれですね、結構あるあるですね、波動拳の後の遠心に対して前捨てで割り込んでくるっていうのは結構相手側の対策ですね。で、これはあれですね、シャル側の対策で 2C の場合はあれで結構釣れるんで、昇竜拳ならいいんですけど、まあそこ使い分けって感じで、ただ 2C の方がリターンが高いから自分は結構 2C 多めでやってます。ここはもう画面端つらいよって感じで甘えた飛びだったんですけど、通ってくれましたね。運が良かったです。あー、これはあれですね、ゲージが 100% あったので波動拳そんなに打つべきではなかったですね。結構みんな見てくるのでゲージがあるときは、甘えたポイントでしたね。僕のヒット確認できてたんですけど、ちょっと出す技を間違ってましたね。甘えてました。ここもで、ここは無理しないでしっかりガードして、でこんな感じで遠ゲームだと波動拳の後の前捨ても結構ガードできたりするので、遠視だと結構が来るんですけどね、遠ゲームだと結構ガードできます。困った時はおすすめですね。でしっかりヒット確認をして繋いだんですけど、コンボを見せてましたね。でここ単発ヒット確認に見えるんですけど、状況確認ですね。多分これは相手が一瞬前に入れてたんで出したって感じです。遠ゲームのヒット確認は難しいのであんまり俺はしないですね。基本状況確認でやってます。あ、今の昇竜拳はあれなんですよ、さっき 2C でやった時捨てられたので変えました。ここはしっかりそういう読み合いも回していけるといいですね。脳死で 2C だけじゃなくてしっかり昇竜拳も出すっていうのが、まあ、基本昇竜拳が安定ですけどね。俺はリターン大好き人間なんで 2C にしてます、基本。まあ状況に応じて使い分けてますけど。で、ここ相手ゲージ 100% あるんで、まあ基本波動拳打てないですね。あ、ここは美味しいですね。これは状況確認ですね。ロックオンもかかって美味しいダメージになりましたね。で、しっかり相手のダッシュに対して牽制を置くっていう、こういうこと徹底できると本当にシャルゴは辛いです。はい、ということで2ラウンド目、今の飛びはただの甘えですね。で、これはしっかり昇竜拳で、さっき釣られたので次はじゃあ昇竜拳出そうという意識で昇竜拳が落ちました。で、ここはちょっとミスってましたね。 2M 出てましたね。まあ人間なので僕も 100% 反応できるわけじゃないので、
ただやっぱ意識してたら反応できるから、その意識の読み合いというかね、そういうのもしっかりやっていけるといいですね。でここはちょっと欲張りましたね。こういう場面になったら無理しないで画面端維持の鳥かごでいいんですけど、崩しに行っちゃいました。で今のとか置き攻めでああいうのとかしてきたら、できたら勝利権で反応したいですね。でずっと今 NC の後避けキャンセルしてたんですけど、ゲージがあったので波動拳に派生しなかったです。で今なんで前ダッシュしたかというと、相手が波動拳見てたかなと思って前ダッシュして投げに行ったんですけど、見事にディープで暴れてきましたね。相手がうまかったです。で NC の後ってノーキャンするより避けキャンとかにした方が隙消せるので、でこの駒投げはミスですね。なので NC ノーキャンするぐらいだったらしっかり避けか A トロイメライトとかに繋いでもいいですね。で立ち A は昇竜拳警戒で立ち A してました。シャルの昇竜って発生が遅いので結構立ち A で下げれることあるんですよ。でもこういう場面になるとね、波動拳も打てないし結構きついですね。これは見事に噛み合いましたね。相手が結構なんていうんですかね、中距離でうろちょろしてたから結構警戒して、なんか無理したくないから待ち気味で中距離でうろちょろしてたので、下段通りかなと思ったので突進下段しましたね。結構ね突進下段刺さるんで、相手が中距離でうろちょろしてるなって思ったらこれ打つのすごいおすすめです。大体当たってくれるんで、あれ発生早いから、発生早いくせに突進下段っていうね、しかもガードされても確反なしという、なんなら昇竜拳で逆宅できますからね、マジで強いですね。これしっかり相手が耐久してきましたね。でこれですね、こんな感じで置き攻めにこういうのやってきたらしっかり反応して昇竜拳とかで落とせるとターン変わるんでおすすめです。昇竜拳だけじゃなくて別に解放奥義とかでも確かいけた気がするので、でここ昇竜拳ですね、 2C だと負けてましたね。でこういうのはしっかりダッシュに対して牽制を置いてって感じで、とりあえず俺牽制を置いた場合基本王者仕込んでるので、でずっと何でしょうかね、対空読みで、対空読みっていうか飛び読みで対空待ちしてました。避けキャンして飛んできたら対空みたいな、 NC の後 NC ハードだと飛ばれたら確定するんで、こういうとこ対空出てなかったの良くないですね。あとこれも2ヒット確認できてないのも良くなかったですね。こういうところは参考にしないでください。こんな人にはならないでください。で今のジャンプもね結構ファジー気味になってたんで、でも多分ファジージャンプになってないんだよな。ちゃんとしようとするとファジージャンプって難しいから、まあ、ファジー風ジャンプって感じで、あこれは運が良かったですね。たまたま金 M で対空になってました。でこういう場面になったら本当に逃がしたくない。あそうこうやってねしっかり画面端から逃げたいっていうジャンプに対して対空できると美味しいダメージ取れますね。画面端に連れてって画面端で鳥かごしてただけでこんだけ減りましたからね。本当に画面端は強いです、このゲーム。特にパーシバルは強いですね。でああいう相手の体力がミリになった時のミリっていうか、そのなんか食らったら死ぬって体力になった時の駒投げっていうのはすごい通りやすいです。相手が動きづらいのでそういうところを狙って駒投げしに行くのすごいおすすめですね。という感じで、本当はちゃんと実況撮れてたらこの後に感想戦みたいな感じでリプレイ見てやろうと思ったんですけど、なんかもう別撮りになっちゃったからこれがほぼ感想戦みたいなもんなんで、今日はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。